はい、どうもこんにちは、こんばんは。ブラックの二人にまた会いたいよって来た高評価どうもゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、まあ70話のねパート3、皆さんもちろん見てると思うんですけど、まあ70話のパート3ではブラックのね二人が死んでしまいました。ただ、もしねあの二人が生きていたらどうなっていたでしょうか。まあ今回はねそんな、70話パート3だったり他のね回のもしものねストーリーをまあまたね見ていきたいなと思います。それではやっていきましょう。さあ、ということで、まずはね、シックオイヤさんという方の、What if Dark Speaker Man Survive the Inscribitory 70話 Part 3なんで、もしもね、70話 Part 3で、ダークスピーカーマンが生きていたら、まあ、ブラックスピーカーマンがね、生きていたらという、そういったお話見ていきましょう。そう。なんか、字幕が出てるな。ん？これ何？字幕、なんか出てるけど、文字が。どういうこと？あ、なんか戻ってった。え？どういうこと？あ、オンラインになったよ。なんかオンラインになったけど。え？何？え？なんだこれ？あ、さあ、バトルが。おい、サイエンティストとの戦い始まってるけど。え、よくわかんない。突然オンラインになって。俺、逃げたよ。逃げたよ。ちょっと待って。サイエンティスト逃げたんだけど。ちょっと待って、どうなってんの？おい、遅いよ。タイタンテレビマン。おい、タイタンスピーカーマンも逃げちゃったって。え、ちょ、タイタンカメラマンもおい、もう遅いって。え、どうなってんのこれ。え、でもブラックスピーカーマンでも生きるお話だからさ。え、これ、なんのし、これ誰の視点これ。あー、やばい、あー、やばい。え、この視点は多分ブラックカメラマンだよね。やばいって。あ、カメラオフラインになっちゃった。ブラックカメラマンの視点。え、なに。おお、生きてる。え、なにここ。え、どうなってんのこれ。え、ブラックカメラマンは、ブラックカメラ、あれ、どうなってんの。え、もうよいろいろよくわかんない。え、ブラックカメラマンいなくない？え、うわー、お前だけ死んじゃったのか。え、違うの？え、なんか、え、で、待って、どういうこと？え、まだ、ちょっと待って、なんか最後透明になってなかった？え、で、なんかこう、え、ちょっと待って、まだ続いてるし。いや、もうよくわかんねえ。え、これはあれだよね、本家のシーン使ってるよな。ちょっと待って、どういうこと？いや、まずさ、サイエンティストがさ、逃げちゃったことが結構衝撃なんだけど、ここで。で、なんか、彼のさ、ここでさ、なんか、ウェルカムプランジャーマンって書いてあるんだけど、どういうことなのこれ。なんかもう、いろいろ闇が深い。なんかよくわかんないけど、でもおもろいぞ、これ。これはこれでおもろいけど、でもこれ、生きてたってことだよね、このブラックカメラマンは。多分だけど、ブラックカメラマンは、まあ、生きてて、で、なんかほら、このさ、ブラックカメラマンはさ、秘密諜報員の元へと、なんかテレポートみたいなさせた、この緑のカメラマンもいるし、あとこれなんか死んだはずのブルースーツカメラマンだよね。え？ちょっとなんかよくわかんねえぞ。え？どうなってるんですかこれは。で、最後、ブラックカメラマンだけ死んでるっていう。え？もうよくわからん！さあ、続いてはね、スパイダーラウンドさんの、What if サイエンティストトイレサバイブズインスキビトイレ70パート3なんで、あ、サイエンティストスキビリトイレが、もし生きてたらって動画ですね、見ていきましょう。さあ、それでは、サイエンティストが生きてたらって話なんですけど、まあ、さっきと一緒かな。え、さっきもサイエンティスト生きてたからね。そう。逃げてけ、上から。さあ、上にタイタンがいなくて、あー、逃げていっちゃった。あれ、これさっきと一緒じゃない？俺、ちょっと待って。あれ、これ一個前にさ、見たやつと一緒じゃない？なんか若干最初の方にシーンがないけどさ、ほら。え？え？気のせい？なんかさっきと一緒な気がするんだけど。待って、実は、あれか、あの一個前の人が動画に組み合わせただけみたいな感じ？え？そういうこと？ちょっと待って、なんか、一緒だよね、これ。え、なんか下見てるよ。グッド？グッドだね。グッド、いや、パッドだ、パッド。え？何？いや、一緒だよ、ほら。え？ちょっと待って。いや、混乱してる。ちょっと僕がちょっと混乱してるんだけど。意味わかんない。え？これのもっと、さっきの映像の元がこのスパイダーラウンドさんが作ったやつって感じってことか。ほら。ウェルカムプランジャーマンって。一緒やんけ。おい。ほら。で、あれだろ？いるんだろ？右下あたりに。ブラックカメラマンが死んでるのが。ほら、下見たらいるんだろ？そっちじゃない。右下見ろ、右下。右下を見てくれ。いるから。早く見ろ、早く。下見て。早く見ろ。ほらー、一緒やんけ。おい、なんなんだよ。
さあ、ということで続いてはね、ダディフルーティーさんの What if Dark Speaker Man Survived in Episode 70 Part 3なんで、あ、これもあれか、ダークスピーカーマンがもし生きてたら、またさっきと同じじゃないよね。ちょっと怖いんだけど。まあちょっと見ていきましょう。いや、この人は僕信頼ある。あ、違ったよかった。違ったよかった。さあ、どうなるんでしょうか。どういう経緯でダークスピーカーマン生きてしまうのでしょうか。さあ、ここまではまあ一緒だね。一緒っていうか本気と一緒だね。はい、戦いが始まるわけですよ。さあ、ビームを避けて、はい、で、槍刺すんでしょ？槍刺して、さあ、で、ダーク、あ、やばい、どうやって生きるこれ、おーっと、ここでね、ここで、はい、このね、ブラックカメラマンが目をね、破壊したことによって、はい、このブラックスピーカーマンが生き残ると、はい、で、起き上がらせて、はいね、ちょっと仲直りみたいなのをしてね、まあ、若干前、喧嘩する状態だったけど、おーっと、しっかりビームも避けて、からの、からの、え、どうすんの、どうするんすか。あ、そう、ビームを壊しちゃうと。はい、ビーム壊してもう倒しちゃうんじゃないの。おーわ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 ー、え、もう倒しちゃうって、倒しちゃうで、はい、ブラックスピーカーマンがね、は、頭をねめっちゃ刺すやん。え、やばいやばいやばい。でも、え、終わった。え、これ続きがあるらしいわ。あ、でもちょっとこの撮影時点ではまだ続き出てないんで、多分続き出ると思うんで、ちょっと気になる方はあの概要欄にもちろんリンクあるんで、ちょっと見てみてください。いや、おもろかったわ普通に。これどうなるんだろうね、続きね。さあ、続いてはね、ブームトゥーンズさんの What if タイタンテリーマン had been killed by アストロスキビリトイレ。アストロスキビリトイレがタイタンテリーマンを倒したら、ちょっと見ていきましょう。さあ、ということで、なんか70話パート2だけど、でもなんか DJ 出てきたよ。あれかな、なんかパート1の続きみたいな感じなのかな。はい、まあ、DJ はさよならと。はい、ありがとうございました。さよなら。DJ さんね、もう毎回毎回死んでる時見て、なんかかわいそうになってくるよね。スキブリトイレだけど。さあ、でもここで、あれでしょ、あの、アストロがなんか倒しちゃうんでしょ、タイタントリーマンをさ、まだ倒さないね。どう倒されるんですか、こっから。なんかよくわかんないんだけど、どう倒されるか。はい。さあ、おーっと、爆発させて。これじゃまだ死んでないよね。おー、まあ、こんなんじゃ死にませんよ。うん、こんなんじゃね、さすがに死にませんよ。おー、待って、いっぱい来た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 。おー、大丈夫なのこれ。これでやられちゃうってこと、もしかして。いや、お前ならいける。タイタンテリーマン、お前ならいける。このアストロ新たな脅威だけど、いけるぞ。さあ、タイタンスピーカーマンはね、雑魚対なんかアストロみたいなのを倒していくと。さあ、待って、タイタンカメラマンやばくない？え、タイタンカメラマンも結構ピンチそうだったけど。うわあ、いや、でもガチでこれくらいの強さあるんだろうね。新しい脅威って言われてるぐらいだから。え、あ、もう倒しちゃったのこれで。え、はい、終わりです、これ。もう。え、もう終わり？あー、やられちゃってるわ。あ、もう You all will die しちゃったって。もう Will じゃないじゃん、それ。ちょっと。もう死んじまってるじゃん。もうグッド、あー、イエーイ、もう本当に死んだやんけ。マジ？いや、でもガチで、これくらいにするぐらいの実力はありますよ、この多分アストロたちに。本当新しい脅威なんでね。うわ、怖っ。さあ、ということで、続いてはね、ディダーフルーティーさんの70話でね、まあ、アストロトイレが死んでいたらと。まあ、さっきはタイタンテリーマンが死にましたけど、次はね、まあ、アストロが死んだらという、まあ、動画見ていきましょう。さあ、ということで、まあ、どういう流れでアストロが死ぬのか。はい、こっち側にいますね、アストロが。はい。いや、だからもうマジ、毎回言ってるけど、クオリティ高いね、やっぱりね。ここまで再現してるの、本当にすごいからね。絶対結構大変なんですよ、ここまで再現するの。待ってください、アストロめっちゃボコボコにされてるって。もういきなり見たって腕一個落とされてるよ。大丈夫なん？さあ、タイタンスピーカーマンもいるしね。え、なになんか座ってるけど。働け働け、タイタンスピーカーマンも。ん？なんか言ってる、なんか言ってる。なんて言ってるかわかんないけど。おお、なんか可愛い顔すんな、可愛い顔すんな。え、やばいやばいやばい、お前弱すぎだろ。嫌だよ、こんなアストロは嫌だだよ、もう。あ、でも、あ、まあ、さすがにね。おー、さすがに1個テレビ壊したとか言おうとしたら、結構ダメージ食らったけど、大丈夫なのか。もう大丈夫ないけどな。もう死ぬって分かってるから、タイトルで。なになに、おー、本体の顔も、本体の顔も出撃して、さあ、倒していく。え、もう倒しちゃったのこれ。簡単すぎんだろ。嫌だよ、こんな新しい脅威とか言われてんのに、こんな弱かったら。もう拍手しちゃってるもん。あー、もう平和になっちゃったじゃん、じゃあ。もう新しい脅威いなかったら、もう、あとGマン倒すだけでスキビリトイレ終わっちゃうから。
やだ、危ね危ね、こうなんなくてよかった。なんか新しいの来た、新しいの来た、新しいのがなんかいっぱい来た。まだ戦いは終わらないぜってことか、これ。いや、この人が作るのおもろいな、マジで。さあ、ということで、続いてはね、ノーキャップさんの、エピソード47、結構戻るな。エピソード47で、タイタンテリーマンがアップグレードしていたら、もう、アストロとかそういう世界線もじゃないですね。この世界線だったら。まあ、ちょっと見ていきましょう。さあ、ということで、まあね、ここでもう、ほら、アップグレードしてたらやばいでしょ、もう。ちょっとちょっと。ここでもう、ジーマン終わりじゃん。こんな勝てるわけないじゃん、ジーマン。ビビって逃げてたんだから、パート65話とかね、7話8話ぐらいでさ、逃げてたんだから、ほらほらもう終わりだよ。もう勝てるわけないじゃん、こんな。ちょっとこんなもうだってね、テレポートできるじゃんね。しかもはい、頭ね、燃えてるところにはい剣で、はい、頭とかをはい、ぶっ刺していく。刺してはなかったけど、はい、切り裂いていくと、はい、もう終わりじゃん。もうスキビリトイレ完結やん。もうジーマン死んだらスキビリトイレ終わりでしょ。あ、そう、タイタンスピーカーマンも、はい、余裕タイタンスピーカーマンも余裕でね、乗っ取ってんのをね。はい、もう解除していくと。はい、これでね、もうタイタンスピーカーマンも助かっちゃうと。もうタイタンカメラマンね、どう、なんもすることなくなっちゃって、アップグレードせっかくされてんのに。刀のスキビリトリがいる。え、さあ、刀のスキビリトリもしっかり処理されて。あー、もう終わったわ。朝もうね、このこいつもね、はい、余裕と。もうこんなに負けませんよと。てか、あれじゃない、もうここでジーマン死んでたらね、あのアストロのなんか裏切りみたいなさ、パート65話みたいなことも起こんなかったんじゃないの。うん、もう、パート70話の全てをぶっ壊すね。うん、全てのその話のつながりをなくすね、イフストーリーでしたね、これね。おもろかったわ、これはこれで。さあ、ということで今回ね、いろんなイフストーリー見ていったんですけど、やっぱおもろいですね、このイフストーリーね。まあ、ちょっと今後もね、まあ、定期的に見ていこうかなと思うので、まあ、今回のね、見て面白いなと思った方はね、概要欄に、今回ね、お借りした方の動画ね、貼っておくので、ぜひね、他のイフストーリーとかも見てみてください。そして、僕のリアクションとか、まあ、何かがいいなと思ってくれた人が、もしいたら、チャンネル登録と通知音よろしくな。それでは終わります。バイバイ。